で、スイッチを押したらやっとこれが 0V になると。皆さんこんにちは、福ちゃんやで。今日はですね、水温の赤い警告灯が点灯する、走ってたらまた消えたりするっていう症状ですね。ついたり消えたりします。まあ、水温が上がってオーバーヒートしてるんですね。まずこういう場合はエンジンオイルを入れます。はい、オイル大丈夫。そして次に冷却水の確認をします。あ、ここまで入ってるね。で、そうしたらアッパーホースを抑える。ギュッとへっこむようやったら、これラジエーターキャップとか悪い場合ありますんでね、キャップ OK、 水漏れもなさそうです。そしたらちょっとエンジンかけてくれるかな。そしたらクーラー入れて。あ、クーラー今カチャって入りましたね。コンプレッサーが身の取り手で回っております。クーラーを入れたらファンが回るはずなんですけども、ラジエーターファンが回っていません。これはラジエーターファンを点検していきましょう。エンジン止めて。とここまで来てね、僕ちょっと車乗ってきたんですよ。ほんで走ってる時は風を受けるんで冷えますわね。信号待ちでオーバーヒートしてくるんで、信号待ちでエンジン止めてね、アイドリングストップ機能付きなんちゃって。ということはあれですかね、ファンが回らなくてもアイドリングストップ機能がついてる車はオーバーヒートしにくいかもね。まあ、そんなことは置いといて、はい、まず今回はこの配線ソケットがこの辺にあるんで見やすいんでちょうどいいと思ってね、はい、やっていきましょう。ちょっとこれ外しますよ。そしたらね、ここ見やすいようにこういう配線をつなぎます。で、つないだ状態で電圧が測れれば一番わかりやすいんです。そしてまず車とアースを共通します。車とアースを共通化させます。ちょっとバッテリー電圧見てみましょう。 12.62V、 はい、十分ですね。そしたらちょっとエンジンかけてくれるかな。クーラー切っといて。はい、バッテリー短期電圧を見ます。 14.5V、 十分ですね。そしたら今は回らないはずなんで、こっちが、0V、 こっちは測れないけんな、これにも繋がってなさそうですね。それではクーラーを入れてくれるかな。はい、クーラー入った。そして同じように測りますよ。こっちがどういうこと。はい、これ思います。はい、0V。 今クーラー入れてるからファンに電圧が来てるはずですよね。で、もう一個が 14.4V、 電圧来てますね。これでファンが回らないからラジエーターファンの故障、こういうのが分かるわけです。これまずね、これ取れる。あ、今止まったね。そして回ってるはずの状態でマイナス側に電圧が発生した場合は、マイナス側の配線不良ですわ、アース不良で、プラス側の電圧が低ければ、ラジエーターファンディレイとか悪いのが分かるんですよ。はい、今回はこれで診断終了です。ラジエーターファンモーターを交換すればいいでしょう。というのはね、いつもねこの端子に手が届かなくて難儀なんですよね。この端子に手が届けば診断が早くうまくいくんですよ。さて、ラジエーターファンです。片方がハースですよね。片方がこの上にリレーがあります。で、ヒューズがあります。これバッテリープラス端子だから、今ここの電圧を測ったんですよな。 0V です。ラジエーターファンを回してみて、ここが 12V です。ここが例えば 6V とか下がっちゃうと、次はリレーを点検します。これは 0V とかね、とリレーが動いてないんじゃないか。ヒューズありますか。リレーもヒューズも問題なければ、次にここの端子を測ったりね。ここを例えばこう、これ多分バッテリー端子で、こっちがコンピューター、
繋がってるとか、そういうことですよ。だから例えば、これホームね、ホームの周りのプラス端子に繋がってて、マイナス側にスイッチがついてて、パーツが繋がってる。これがリレーですよな。だからスイッチを押すまで、ここを測ったら、もちろん 12V。スイッチを押すまで、ここを測ったら、やっぱり 12V ですよな。スイッチを押したら、やっとこれが 0V になると。そんな感じなんですよね。はい、それでは部品来たら作業。